成城三寺、正城工寺は、神奈川県藤沢市にある自修奏本山の寺院。藤沢山無料正常公院成城工寺と号す、近世になって遊行寺と、通称され、明治時代より、ホッス、藤沢商人と遊行商人が同一商人である。ために、通称の遊行寺の方が知られている。藤沢道場とも言う。またの、現在の藤沢市西。 またの横浜市戸塚区、マタの町、東又タ町の領主だった又タノ市の一族である、又の五郎慶平らが回帰。慶大らの弟である、湯行商人第四代鈍ン会は、三代里市独の死後にその後を継いで、自修僧本山であった東馬道場、無料、三寺に入山しようとするが、鈍ン会が湯行を続けている間に、北条高時の命令により、 東間にいた信仰が止め従するようになっていため、小中2年、1325年に、またの領内の藤沢にあったという廃寺極楽寺を、正常公院として再興したのが解散と言われる。当時は、現在より400メートル、メートルほど北の三森と呼ばれる場所にあった。以後、この寺を藤沢道場と呼びここに独従するようになった、遊行商人を藤沢商人と称するようになる。 伝承では、現在の西、マタノの北部の道場が原に戻ん海上人の関係する寺があったと言い伝えられている、小湯明寺。その後、伝承によると、領地六万貫を足利高氏より寄進されたとされている。藤沢四郎太郎によるという説もある。次第に、遠馬道場をしのぐ影響力を持つようになり、藤沢は門前町として発展するようになった。 延文元年、1356年八代都仙が、盆章を鋳造した。盆章には、清城上公院と、洋国がされていてこの時までは、清城公院と名乗っていたことがわかる。その後に清城公寺と改称。応永年間に二度消失し、より広い道具が再興された。永正十年、1513年、伊勢総威、北条総運と、三浦道寸。 オータスケアスとの戦いにより全山消失。清上皇寺は三浦道寸と通じていたために、後方上司と敵対関係に陥った。そのため、後方上司の玉縄上主に、給料の返還を求めたが、復興が許されなかった。英雄10年、1513年1月29日本尊の阿弥陀仏は、駿河国府中の朝禅寺に移されたが、英雄17年、 1520年に24代遊行商人ほか、不祖によって、貝の国の一連寺、現在は、甲府市大田町に所在するが、旧地は、甲府市丸の内の一城小山に、所在に置かれた。その後、25代遊行商人タ仏ブツ展は一連寺から、鶴ヶ井川の新前工事に本尊を移す。元気2年、1571年には、 海の国の武田信玄から藤沢二百貫、又野のうち百貫の土地が寄進されたが、後法上志攻略が失敗したため実現しなかった。三十二世誘業商人ほか不幸は、天正十九年、一五百九十一年に、日立国の佐竹義信に招かれ、水戸に、水戸藤沢道場、後の神王子を建立し、自衆の本拠とする。不幸は、 甲府一連寺の天順を、成城、三寺漢寿とし、天根順は、慶長12年、1607年に、成城工事を再興させた。これは、古北上市時代の消失から94年後のことで、あった。漢永8年、1631年に、江戸幕府寺社奉行から、諸州本山へ出された命により、成城工寺から、 自衆藤沢裕明寺松寺町を提出、幕府から自衆274寺の総本山と認められる。漢文5年、1665年鶴ヶ井川の新禅工事から成城工事へ本尊が戻る。清浄上工事は、浅草日臨寺、甲府一連寺、山形光明寺、京都報告寺、大浜正明寺の5時の住職任命刑を持ったが、上京4年、 1687年頃から各所派の独立を求める動きに、それらが本山と名乗ることを許し、上位の総本山という位置づけとなった。徳川綱吉の小類やれみの例では、江戸市中の金魚の保護所となった。原文2年、1737年10月15日、浅草の日輪寺達中報酬院より、現在の本尊、阿弥陀如来座像を移す。 明治元年10月10日、1868年11月23日には、東京行行の際に、明治天皇が宿泊した。明治維新後には、それまで幕府より与えられていた、開国の御朱印を失い、遊行商人は、随時御神教として地方に出向くことになり、これにより、遊行商人と藤沢商人は、同一人となる。 1880年、明治13年の藤沢の大川火事で中、鈴目門を残して消失。1911年、明治44年7月6日の火災では、書院、今、番片栗及び、国宝、旧国宝、一辺商人へ言葉伝、遊行商人縁切れを焼けした。この時代には、東海道を通る失業者などが身を寄せる場所になっており、 1929年、昭和5年の教皇の際には、設けられた、無料接待所を訪れた者は1年で1万1人を数えた。1969年、昭和44年には、正則の650年延期が行われ、河野聖雲の区比が建てられる。翌1970年には一辺増増流、万葉植物園増生。1977年、 昭和52年に、湯行寺宝物館を設置、全国に散在していた一辺関係の絵巻物を展示する。延響5年、1748年に、それまで、自習の学寮がなかったことから、成城工事の藤沢学寮、七条道場根高寺、長楽寺へ統合されたの七条学寮が設けられた。その後、浅草日輪寺に、浅草学寮も設けられ、 1894年、明治27年に、成城工事に移されて、東武大学林と称する。1903年、明治36年に、西武大学林、七条学理をも合併して、修学林と改称。1916年、大正5年に、藤霊中学校、現、藤霊学園藤沢中学校、高等学校を併設。 あとに、学校法人不士霊学園となるが、それと別に、僧侶養成機関としての自習修学林も存続している。所在する国宝は以下の通り、所在する重要文化財は以下の通り、所在する史跡は以下の通り、所在する重要美術品は以下の通り、境内は自由に出入りできる。自習において、不産とは一辺が始めた。 極楽王城を約束するとされる、南無阿弥陀仏決定王城六十万人とすり込まれた、札、三を配ること。現在、正常工事では、毎朝の御行の後になされるが、その他、1月12日の初不産、春季解散期、秋季解散期の際、また11月27日の別樹念仏、一つかの法へのご当に、行われている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。